はい。皆さん、こんにちは。お久しぶりです。あの、通訳学講座の第14回目をやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。えー、前回まではですね、私の修士論文の話をしたりとか、えー、通訳勉強会の私のサークルの話をしたりとかですね、あの、好き勝手やっていたんですけれども、今回からちょっとだけ趣向を変えてですね、あの、通訳者も知っておきたい翻訳理論ということで、あの、本当に翻訳学の中でも本当に何て言うんですかね、表面的なことかもしれませんが、知っておくだけで通訳にもすごく役立つよね、 とといいいうあの話をちょっっしてておきたいなと思っていますで翻訳学、もしくは翻訳理論の話をするときに忘れてはならない、もしくは、まあえー、避けて通れないのがこれですね、10日という話になります。今日はその話をザクッとさせていただきたいなと思います。 いつも通りでですね、あの準拠するテキストはこちら、えー、よくわかる翻訳通訳学になります。えー、鳥海久美子先生が編續されまして、ミネルヴァ処方から出されております、えー。今回見ていくページはですね、118ページから119ページというこの2ページになります。はい。じゃあ、まあ10日って言っていますけども、これって何なんでしょうかということで、えー、もちろん、10日っていうのは、 e キュヴァレンス、エキュヴァレンス、ね。っていうふうに英語でつつになりますと。で、これ何かというと、翻訳学では2言語間の等しい価値ということを表します。はい。えー、等しい価値ですね。等しいっていうのはあの、イコールとかよく言いますけども、そのイコールから来ているのがイクイですね。で、えー、価値というのが valence っていうふうになってますが、これは value ですよね。だから、イコールバリューなわけですよね。はい。トップバリューじゃなくて、イコールバリューになってるわけですね。 なんで、えー、投下っていうふうに言ってますけども、これは価値が等しい。2つの言語の間で、これは価値が等しいよねっていうふうに考えること。どういうふうな時に価値等しいよね。例えば日本語と英語、これ訳してみましたけど、これ価値ちゃんと等しいものになってるよねっていうふうに判断するには、どんなことを知っておいたらいいのかっていうのが、このこう投下という分野の話になっていきます。 で、まあ、この書いてありますけども、何をもって起点テクスト。これちょっと難しいですが、えつまり、日本語で話したんだったら、日本語が起点になりますよと。で、それを英語に訳したんだったら、英語が目標の言語になりますから、日本語で話して、英語に訳されるとき、それが2つの言語間で等しい価値だと、どういうふうにして、何をもってか、そういうふうに考えられるんですか、言えるんですかっていうふうな、えー、研究分野になります。まあ、価値って言ってますが、もうほぼ意味だと考えてもらっていいと思います。はい。 なんで今、日本語で言ったこと、それを英語に通訳してください、もしくは英語に翻訳してくださいって言ったときに、うん、今のは意味、えー、価値としては一緒のものだよねっていうふうに言えるためにはどんな条件がいるのか、もしくはどんな、えー、投下の種類があるのかっていうのをね、見ていく、えー、分野になります。 こちらはですね、10を考えるためのレベル、いくつかのレベルに落とし込んでいます。これがベイカーという人が落とし込んでいるもので、この人はですね、In Other w o r d s だったかな。はい。In Other w o r d s これは非常に有名な本になっています。私も全部読めてませんけども、学者は In Other w o r d s これはかなりよく授業とかに出てきます。はい。なので、覚えておくといいと思いますが、10を考えるためにはですね、例えば一つの単語。 例えば、モーニングって言ったときに、これ朝っていうふうなまあ意味ではありますけども、それと本当にどんな場面でも等しい価値、等しい意味を持つの。例えば、グッドモーニングって言ったら、これ、良い朝とは言いますよね。おはようございますって言いますよね。 だから、その直訳するだけが10日になるってわけじゃないってことが分かってきますよね。なので、そこで、こういうふうに考えを変えることで、最終的には10日になったよね。グッドモーニングがおはようございますになった。っていうふうな時には、どういうふうなことを考えたらいいのかっていう。えー、まずは1つの単語のレベルですね。で、単語の5を超えたレベル。だから、2つ、3つ以上の単語とか、そんな感じでしょうかね。フレーズとか。 であとは文法のレベル。はい。例えば、英語では、えー、家庭法がありますけども、もしくは英語では過去、現在、未来とかね、官僚系とか、そんな実践ありますけども、それを文法のレベル、日本語に訳すとき、例えば、中国語に訳すとき、それってどういうふうにイコールの、えー、等しい価値を担保するの 話ですね例えば中国語にはそのいわゆる動詞で時勢をいじるようなことってしないんですよえ。副詞で昨日とか明日とかいうふうに入れることによってあの過去未来現在っていう時勢を、えー、調整してるんですね。だから動詞は例えば ED とかでいじらないんでじゃあこれ10日を達成するために文法ではどういうふうに英語と中国語の間でいじってるのかっていうのがこ10日の考えるレベルになりますよね。はい あとはテキスト、テクスト構成のレベルということでですね、これどういうふうなことかというと、例えばざっと説があって、I think that, ブラブラブラってあったときに、えー、I think that を先に出す。で、ざっと以下のことを後で出すみたいなことを、まあえー、して10日にするのかどうか。どういうふうにしたら、この50、えー、テキストの構成のレベルにおいて等価が達成できるのかみたいなのも考えると。あとは語用論のレベルですね。まあ、実際に言葉をどういうふうに使っているか、語を使う。 言葉を使う論ですからね、はい、そのようなレベルにおいて、等価というのはどういうふうに達成されているのかっていうふうな、このとりあえずざっくり5つに分けて考えるといいんじゃないかっていうのが、まあ、ベイカーの提案なわけですね。はい、だから前の話では等価って何の話をしましたけど、じゃあここ,こでは等価の切り込み、切り口ですね、を、まあ、5つ紹介してもらってるというのがこのベイカーさんの話になります。 はい、では次ですね、もうちょっと、えー、話していきますと、形式的投下と動的投下、この2つだけは、ですね投下の話をするときに、まず覚えておいてほしいですね、はいえー。投下を分類した人がいます、これがナイダという人で、えー、1964年ですね。だからもうほとんど え60年ぐらい前の話なんですが、えー、この人が書かれた Toward the Science of Translation って、これタイプの翻訳学助説だったかな、そういうような序、えー、論助説だったかなあの、日本語にも訳されてます。はい、というわけで、えー、Toward the Science of Translation ですから、翻訳というものを学,の学問に、えー、し,していくために向けて、翻訳の学問化に向けてみたいな感じですかね、学問として捉えようということですね。 だから、その時に、この、等価っていうのも、えー、形式的等価と動的等価に分けられるんじゃないかっていうふうに、ナイダーさんは言ってると。ナイダーは言ってると。例えば、形式的等価って何ですかっていうと、まあ、形式的ですから、フォーマルですよね、はい。フォーム、形に注目してるわけです。何の形かっていうと、元の言語の形を尊重する。まあ、そっちを重視するわけですね。例えば、I have a pen って言ったら、私はペンを持っていますって言いますけど、日本語では私はペン、ああ私はペンを持ってますっ、まあ、言うか。 もしくはペンがありますって言ったりしますよね。ペンがありますとかそんな感じで言いますよね。はい、ですけども、私は一つのペンを持っていますって言ったら、これ完璧に英語の、えー、元々の言語を尊重して訳してますよね。それで10日だというふうに、えー、考える。それが形式的等価です。だからこれは最初の、えー、起点の言語、えー、元々話された言語を、えー、尊重した、重視した10日、えー、の考え方になります。 ですけども、一方で動的とかっていうのもありまして、これはダイナミックイコイバレンスって言いますね。これ訳した先の言語ですね。つまりこれは目標言語って言いますけども、訳した先、で英語が I have a pen だったのが、日本語という目標の言語においては、ペン持っています、もしくはペンがありますとかいうふうに言いますよね。そのありますっていうのは、 えー、英語で言うと there is というふうな表現になりますけども、えー、I have というのをありますというふうに表現し変えたものこれがまあ、えー、日本語で実際に聞いたところの聞き心地、えー、自然な表現になっているかどうかを重視しているので動的等価になるわけですねだからこの違いって何ってざっくり言ってしまうと、えー、出発点の言語を重視するのか、えー、到着点の言語を重視するのかによって 形式,と形式的等か動的等、動的等かっていうふうにまあ分けれるよねっていう話になりますね。はい、で現代の日本はですね、まあ、このテキストにもよく分かるにも書かれていますけれども、あの動的等価こちらを重んじているんじゃないかというふうに書かれています。まあ、それはそうですよね。あの自然な日本語に訳されているということが、ほぼ、えー、多くの場合において、ほぼすべての場合において重視されますよね、はいあの。というふうに考えることができると。はい で、これはね、議論が続くっていう話で、えー、これ、チェスターマンっていう学者がですね、1989年に書かれていますけれども、<laughs> Readings in Translation Theory ていううに書い、えー、というふうな題で書かれている本なんですけれども、翻訳はですね、10日というところに始まり、10日に終わるというふうに言われているんですね。はい、つまり、この翻訳学における、翻訳理論における10日っていうこの研究分野っていうのは、もう無限に議論ができるわけなんですね。 はい、でその無限に続く議論を僕は追い切れません。<laughs> 残念ながらもう追い切れないので、この本当に形式的投下とかね、動的投下とか、そのあたりぐらいしか私はもうあの、まずは理解できてないんですけども、私の指導教官、大学院の指導教官がこの投下についても論文を発表していて、もう非常に深く深く掘り,掘り下げていたのを覚えていますが、なのでこの投下について興味がある人ですね。何をもって二言語間の 価値が等しいとと考えるのかそのかかかそ条件は何かとかねどういうふうに切り込みで、えー、切り口で考えていくのか、えー、そのようなところにですねあの興味がある方はですねぜひともこの10日っていうところを調べていただくといいんじゃないかなと思います私自身はまあ通訳大,大好きな派なんで10日っていうものはなんかこうし知っておいた方がいいけどそこまで深みにはまっていくのはうんどうかなっていううに思っているぐらいの人間ですはいという感じですねとはいえですよとはいえ なんでここで話をしているかということですね。それを覚えておいてほしいなと思って、最後このスライドを用意しております。なぜ通訳者が10日っていうのを知っておくべきなのか、ここですね。ここが一番皆さんにおあの覚えておいただきたい、えー、話になります。通訳学講座と翻訳理論であるこの10をなぜ話しているかというところのつながりです。なぜかというとですね、通訳をしているときに、今私がやってたあの通訳って、ちゃんと英語と日本語、もしくは英語、まあ二言語の間で、 等しい価値を提供できているのかなっていうふうに、皆さん、絶対どこかで不安に思う、もしくは心配に思う、疑問に思うことって絶対あると思うんですよ。でも、そういう時にこそですね、等下っていうことを知っておけばですね、ああの時そういえば翻訳理論で等下って学んだな、形式等価っていうのあったな、動的等価ってあったな、いくつかのレベルで、えー、あのベイカーは、そういえば、えー、投下というのを分類してたなみたいなことを知っていれば、あ今私がやってる通訳っていうのは等下だよ。 ちゃんと等価等しい価値を提供してるよっていう風に判断軸ができるんですね自分の中で理論武装ができるっていうことなんですよこれが通訳者にとっては非常に大きいです自分の中の軸ができるっていうのはすごく大事でブレなくなるんですね はい、だから通訳者にとって、10日を知っておくことには非常に大きな意義があると思います、意味があると思います。なので,です、ね、あの通訳が講座で10日を取り上げているのは、なぜか自分の中に判断軸を持つためです、持ってほしいということを、まあ、メッセージとして伝えたいがためにです、ね、今回1回、えー、講座を割いてお伝えしております。 はい、というわけで、もちろんあの深くしゃべれるようなものではなくてです、ね、私の指導教官にこれを見せたら、な,なんでそんなことも知らないのというか、あの言われるかもしれませんが、私はあのここで学んでほしいこととしては、10日というものが通訳者にとっても意義があることなんだよ、知っておくべきなんだよということをお伝えしたかったということになります。はい、では、今回は通訳学校座第14回で10日についてお話をしました。今回もご清聴いただきまして、ありがとうございました。